ヤーサンテワーは、現在のガーナ南部に存在した、アシャンティ連合王国内の一国である、エジス王国の王母。1900年に、アシャンティが、イギリス帝国に対して放棄した、黄金の将棋戦争の指導者であった。ヤーサンテワーは1830年頃に、ガーナ南部のベセアセで生まれた。ベセアセという村落は、17世紀から20世紀、初頭まで、 現在のガーナ共和国南部の内陸部森林地帯に展開したアサンテ連合王国を構成する王国の一つ、エドエソにある。ヤーアサンテワーは、エドエソの王族、アソナクランに属する女性7アタポの娘である。アソナクランは、クラン内の母系リニージのリーダーが、エドエソの応募を受け継いできた母系氏族である。ヤーアサンテワーの父は、 ベセアセに近いアンパバメ出身のクワクアンポナである。ナナアタポとクワクアンポナの間には、ヤーサンテワーの他に、アフラネパニンという弟がいた。ヤーサンテワーは、何事もなく子供時代を過ごし、ボアンクラ周辺の土地を工作した。彼女は、クマシ出身の男性と復婚し娘を設けた。弟がナナアクワシアフレインをクペセとして、 江戸へ相当治する1880年代から90年代のいずれかの時期にヤーサンテワーは王母に任命された。当時はアシャンティ連合王国が1883年から1888年の内戦などアシャンティの未来に脅威を与える一連の事件を経た時期であった。1894年に弟が死ぬとヤーサンテワーは王母としての権利を行使し、 孫のコフィテネをエジス・オー・アフレーン・クマーとした。イギリスが1896年にアシャンティ王・プレンペイ一世を含むアシャンティの支配者の一団と共に孫をセーシェルに追放すると、ヤー・アサンテワーはエジスの摂政になった。プレンペイ一世が追放されると、イギリス領ゴールドコースト総督フレデリック・ミッチェル・ホジソンはアシャンティ国の象徴黄金の将棋を要求した。 この要求は、アシャンティの残存支配者層による熊市での秘密会合へと発展し、王の機関の安全をいかに図るかが議題となった。この点についての合意はなされなかった。ヤーアシャンテワーは、この会議に出席し、立ち上がり、現在では有名なこの言葉を発して、会議参加者に訴えた。今皆さんの一部が、 王のために戦いに赴くことを恐れているのはわかっています。おせいこふとと一世やおこんォアのきえ、おぽくわれの勇敢な時代なら、指導者は一発も撃つことなく、王が連れ去られるのを雑誌することはないでしょう。以前の白人には、総督が今朝私たちに言ったような挑発を、アシャンティの指導者に、あえて行うことはありませんでした。アシャンティの勇気はこんなものだというのは事実でしょうか 信じられません。ありえません。このように言うしかありません。あなた方アシャンティの男が行かないのなら、私たちが行きます。私たち女性が行きます。同志の女性に呼びかけます。私たちは白人と戦います。全員が戦場に倒れる、その時まで戦います。ヤー・アシャンテワーは、アシャンティ戦闘部隊の戦争指導者として、 スータのアシャンティ地域の王によって選ばれた。これは女性がアシャンティ史上この役割を与えられた最初にして唯一の例である。アシャンティとイギリスの黄金の将棋戦争は5000人の部隊を要する王母ナナヤアサンテワーによって先端を開くことになった。ヤーサンテワーが囚われていたと考えられている部屋1900年3月初めアシャンティ勢が イギリス側が牢城する熊市の要塞を包囲した。要塞は熊市要塞と軍事博物館として現存している。数ヶ月後ゴールドコースト総督は鎮圧のため1 4 0 0人の部隊を送った。戦闘でヤーサンテワーと15人の側近が捕らえられ、セイシェルに追放された。この戦争は19世紀を通じて行われた一連のイギリスアシャンティ戦争の最後のものであった。 1902年1月2日、イギリスはアシャンティが約一世紀にわたって防衛してきた土地を完全に奪取し、アシャンティ王国はイギリスの保護国にされた。ヤーサンテワーは1921年10月17日にセイシェルで追放生活中に死亡した。死の3年後の1924年12月17日、プレンペイ一世以来残りの追放された。 アシャンティの支配層は、アシャンティへの帰還を許された。プレンペイ一世は、ヤアサンテワーや他の追放されたアシャンティの人々の遺体が正当な王族としての埋葬のために帰還できることを確実にした。アサンテワーは、イギリスの侵略の成り行きを理解していた。今日のガーナ人からは、アシャンティの防衛に寄与する政治的、社会的影響力を行使した応募と見られている。 イギリスと戦うアシャンティの男性に影響を与えた際に演じた役割はカボ調整の機能であったようである。帝国の政治的、軍事的代表に従事する女性を見る経験は19世紀のアフリカのイギリス帝国軍にとって異質のものであった。アシャンティの女性に向けたヤー・サンテワーの呼びかけはアカン女性の政治的義務や立法、司法における役割に基づいている。 アカンヒ人の男性権力機構は女性が対応することで完成された。村では女系の頭である老女たちがオーデクロとして知られる村の評議員の一員となっていた。んピニーニいにゃ法として知られ、アベレはまたはオーバーパニンと呼ばれる女性は女性問題を扱う係であった。いずれのオーデクロにおいてもオーバーパニンは村の女性の問題に責任を持つ。 組織の一員であり、村の評議員の一員であった。族長である王ヘネや王である王マンヘネには、王母として知られる、評議会に席を有する女性が、カウンターパートとして存在した。王母と王、族長は、同じモギャであった。熊市の王母は、カウンターパートにあたる男性が、王の地位にあり、アサンテ議会の執行部あるいは内閣に相当する、コトコ評議会の評議員であるため、 アサンテの応募とみなされた。応募は、司法や立法に参加するだけではなく、戦争の賛否や土地の分配にも加わった。ヤーアシャンテワーは、イギリス帝国に立ち向かった役割で、アシャンティシやガーナ氏で大いに愛される人物で、あり続けている。夏季のような歌で不及の名声が与えられている。ガーナ社会で、さらなる女性指導者を輩出する、重要性を強調するために、 ヤーサンテワー女子中等学校がガーナ教育新託の基金で1960年に熊市で創立された。2000年、ヤーサンテワーの業績に感謝する1週間に及ぶ100周年記念祭がガーナで行われた。この記念祭の一環として、博物館が2000年8月3日にエジスイコールジュアベン地方のクワソで開所した。 不幸にして2004年7月23日の火災で上記の写真に見られるサンダルや戦闘服など数点の歴史的な展示品が消失した。エジスの現在の応募はヤーサンテワー2世である。2回目のヤーサンテワー祭りがエジスで2006年8月1日から5日に行われた。西ロンドンのメーダ・ベールのヤーサンテワーセンターは アフリカとカリブの芸術とコミュニティのセンターである。1986年にこの名前がついた。ヤーシャンテはアプレンペー王の追放とアフリカの女王の英雄的行為と題するアイバー・アジェルワによるテレビドキュメンタリーが2001年にガーナで初放送された。アフリカ全域からキャストを起用し、マーガレット・バズビー脚本、ジェラルディン・コナー監督、 マスタードラマゴフィガナは演出の舞台やアサンテは女王戦士が2001年から2年にかけてイギリスとガーナで公演された。同じ作者によるラジオドラマも BBC ラジオ4の女性の時間で2003年10月13日から17日にシリーズ化された。ありがとうございます。